上層だと競っていた。おうち裏の人の後ろばっかりじゃダメなんだ、伊賀引っ張ってあげないと。伊賀二人で行けば、いっぱい裏のが区間賞でお前が区間3番4番だから。浦野に声をかけたのは駒沢の親木監督。ライバルの監督から異例のアドバイスを受け、浦野は素直にペースを上げた。自分32だから区間新ペースだ。区間新ペース青距離20秒、あ、上がってる、やばい、こいつやばい、11分切んじゃね。